それと、まあ後で出てくるんだけど、副キャプテン的な存在として、はい、僕の名前はアキトントンって言います。今回は神経系っていうことでやっていきたいです。やっていきたいですというか、やっていくんだけどな。で、神経系、この前やったのは感覚器官やねんけど、そことまあ深く関わりがあるわ。で、神経系って言ったら写真でこんなんなんねんけど、もう脳とか脊髄とか、もう全身の全ての神経のことを言います。で、神経って言われたら大きく2つあんねんな。いける？中枢神経っていうのがまずあります。中枢神経、これが一番重要だと思ってくれたらいいわ。一番重要ってどういうことって言ったら、まあ、リーダー、キャプテンとか監督とかって感じ、指令出す方やねんな。 OK。 で、どこなんて今一瞬で思いつくと思うねんけど、命令出してんのって脳やな。いける？これは覚えておいてほしい。うん、脳が命令出してんな、普通は。 OK。 それと、まあ後で出てくるねんけど、副キャプテン的な存在として脊髄があんねん。 OK。脳と脊髄が中枢神経やと思ってください。いける？で、脳と脊髄なんで中枢神経って言われんのって言ったら、その多くの神経っていうのが集まってるからやねんけど、全然多くない枝分かれしてる神経のことを末梢神経って言います。 OK。 で、末梢神経には感覚神経っていうのと運動神経があります。で、まあ感覚神経、感覚器官やったやん。そこからの刺激を脳とか脊髄に伝える神経のこと。いける？で、神経、神経ってなんやねんって言ったら、まあ通り道ぐらいの感じでいいよ。信号が通る道やと思ってくれたらいいわ。それで、運動神経は運動って言ってるから運動器官が関わってくるんだけど、感覚神経で受け取った刺激っていうのを脳とか、まあ、中枢神経通して、運動神経通って運動器官に伝わんねん。 OK。 だから中枢神経からの、信号っていうのが、運動器官に伝わる時の神経が運動神経。 OK。 で、今軽くちょっと言ってしまってんけど、刺激っていうのは通り道、どういう風に伝わっていくんかなっていうのがあんねんな。で、意識して起こる反応と無意識のうちに起こる反応っていうのがあんねん。で、まず意識して起こる反応っていうのは、絶対まず何か感じてから、反応すんねんな。いける？感じるところどこなんて言ったら感覚器官やねん。こんな感じにあったとしたら、まずその感覚器官、まあ、目とか耳とか鼻とか何でもいいねんけど、で、感じて、その感じた刺激っていうのをここ感覚神経を通って脊髄通って脳を通んねん。 OK。 それで、で、脳で命令を出すねんな。水飲もうぜとか、水持ち上げろ、コップ持ち上げろみたいな感じな。その信号を運動神経っていう、まあ、道を伝わって、最後にここ運動器官に伝わる。運動器官でそれを実行するって感じ。 OK。 で、意識して起こる反応には脊髄と脳が関わってくるねんな。リーダーと副リーダー。 OK。でね、意識しないで起こる反応、これ反射っていうね。よく出てくるのが、なんか沸騰したやかんを触った時にパッて、何も考えずに手をパッてやってしまうねん。離してしまうやん、危ないってなるから。その時脳までいかんねんな。ちょっと道のり長いやん、脳まで行ったら。もう脊髄で判断できない、絶対危ないってな。OK。 で、まあ図で見てるとこんな感じ、脊髄あって、これ皮膚に釘刺さってる、もうやばいよな。で、感覚器官、当たり前ねんけど、感覚器官から物が始まる。感覚器官でやばいってなって、感覚神経でその刺激を伝えます。で、脊髄通って、運動神経に行って、運動器官でその反応する。 OK。 脳伝わらんのが反射です。はい、まあ今回はこんな感じ。神経系、別にそこまで難しくないと思います。ここはわりかしみんな点数取れますね。意識して起こるときは脳、キャプテンが関わってくる。で、無意識で起こるときっていうのは、キャプテンが不在のとき、じゃあ誰が判断なすの？副リーダーである脊髄が判断します。OK。 まあそんな感じです。多分皆さんなら大丈夫でしょう。まとめノートです。この動画が良かったと思ったら高評価&チャンネル登録もしてね。 OK。 バイバイ。ウェブとか、再生リストでまとめてるから、ぜひ見てください。バイバイ。